はい、こんにちは。前回ね、日本酒をやった時にね、またウイスキーでね、何かないだろうかっていう話あったんで、僕いつも飲んでるね、好きなウイスキーをちょっとね、ご紹介したいなというふうに思いますね。昔はね、ジョニーウォーカー飲んだりね、角瓶も飲みましたね。ですけど、だんだんね、ちょっと変わったものないだろうかって探すようになって、それでこれに当たっちゃったんですね、僕はね。ボーモアね、アイラ島っていうところでね、まあ、アイラ島自体は1779年だったかな、その時からそのスコッチウイスキー、それもシングルモルトね、出してるんですよね。で、これね、すごいスモーキーなんですよ。綺麗な色してるでしょうね。いい香り。はあ、もうこれだけでね、ふわっとなるね。すごいね。そしてまあ、これストレートで飲んだ時はね、僕はチェーサーね、追い打ちをかけるってやつでね、このお水でね、ちょっとこう潤しながら、水割りですよね。ボーモアはね、スモーキーがね、こんだけ薄めてもあるんだよね。すごいね、このインパクトは。ということで、まあ、この他にもいろいろアイラ島で作られたやつっていうのはたくさんありますからね。まあ、このボーモア自体はね、アイラの女王と言われてるぐらいですからね。アイラ島ってね、小さな島なんですよ。そう、淡路島をちょっと大きくしたぐらいかな。そういうところにね、8つのね、蒸留所があるのね。まあ、そのうちの一つがこれなんですけどね。いや、僕はね、そういう意味でまず、どういう場所で何が取れるかっていうね、それも歴史が古いところでね、ああ、みんなそうやって飲まれてきたんだろうなと、このロマンがね、たまりませんね。僕はこのまずはボーモア、これはね、まあ、僕の好みね、このスモーキーなねやつをちょっと飲みたい人は一度ね、試してみてくださいよ。これは18年もの、12年ものもあります。さあ、その他にですね、はい、これ白州ね。白州っていうのはね、サントリーさんが作られてるんですよね。山崎なんていうのも、ね、高いですよね、今ね、手に入らない。今から40年ぐらい前かな、飛行場で向こうでね、タックスフリーのやつをね、買って3本まで認められるんで買ってくるじゃないですか。で、その時買ってたのはこれね、バランタインってね、30年、これね、当時10万円しましたからね。さあ、その他にですね、じゃん、これからね、お知らせしたいのがあるんですよね。ケーゼンヘッズね、これアイラ島のね、やはりシングルモルトなんですけどね、樽からね、直接ね、もう瓶詰めしたやつね。アイラ島はね、素晴らしいな。気候がね、こう変化の中でね、この培われて作られたね、スコッチウイスキーね、シングルモルト、まあ、僕はね、これをね、非常にね、評価してますし、愛してますね。ね、ぜひね、いいねっていうね、ボタンを押してくださいね。それとね、チャンネル登録、これをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。